といただけたらこれ幸い。情報のお時間、このお時間担当させていただきますのは、今日も魂込めてもろもろコール、ドラゴンズナビゲーターの長谷川拓海とチアドラゴンズ2019、ピーちゃんがお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。自分でピーちゃんに言ったね。はい、皆さんにピーちゃんって呼んでもらっているので、いいですね、ピーちゃんで一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさてね、ドラゴンズ昨日は残念ながら敗戦ということになりましたけど、そうですね、はい、まあ、またね、改めてゼロからのスタートということで、今日からですね、まずはカード勝ち越しを目指してですね、最高の声援をいただければと思います。はい、お願いします。はい、そして、このコーナーピーちゃんは2回目の、はい、2回目ですね。去年1回やりました。あの時ってさ、はい、俺はもう覚えてねえんだ。去年私すごい気合い入れて1回目だったんでやったんですけど、ちょうど雨がちょっと怪しい感じでパラパラ降ってきてるみたいな日だったんですね。降ってきてる中ここに上がったんだ、はい、ちょっと今降ってきてるかなみたいなぐらいだったんですけど、はい、うなずいてくれてる方が何かいらっしゃってます。ありがとうございます。そこでどうなったんでしたっけ。はい、あの多分3、4分ぐらいで終わりましたね。はい、じゃあ今からも降ってくるってことこれ。ちょっとやめてください、やめてくださいじゃなくて。はい、でその後のドリームスターズパーティーも中止になりましたね。その日はあったあった、ありましたよね。あの時か。その時です。うわー、はい、そっか。じゃあ今日無事最後まで乗り切りたいですね。乗り切りたいです。今日大丈夫そうですね。ですね、はい、ね、はい、はい、大丈夫です。はい、降ってます。降ってます。本当降ってる。やばいこと言っちゃった。じゃあ私のせいですか。よし、じゃあ撮っとやろう。撮っとく。撮っとく。よし、じゃあ B ちゃん、2年目ということですか。はい、2年目です。はいはい、今年の B ちゃんのダンスの見せ所を教えてください。はい、私今年はですね、ステージのオープニングダンスで、一人一人あのフリーで踊るところがあるんですけど、はい、はい、それをなんか毎回違うことやってて自由なんですよね、あそこ踊るのは。あ、そういう曲があるんだ。はい、それどう思うんですか。最初ミキさんから一人ソロが始まって、はい、みんな順番にやってって、最後セリナさんで終わるっていう。それドリームスターズパーティーの中でいうところ中のオープニングダンスですね。ラブディスターン。はい、そうです。あの中でフリーのところがある。はい、あなたもやっている。やってます。おお、昨日はどんな感じだったんですか。昨日はどんな感じでしたっけな。昨日でしたっけな。すいません、すいません。はいはい、あ、でも昨日もしっかりって感じで、しっかりガンって感じで。あ、覚えてないもん。ちょっとあんまり覚えてないですね。あ、そうなんだ。毎回変えるので。へえ。毎回あのステージの直前で裏で、あ、今日のフリーどうしようっていつもみんな言ってます。あ、そんなキワキワで決めるんだ。キワキワで決める日もあるし、アドリブでなんかもう即興でやっちゃう時もあります。前の人の全く同じことやっちゃいけないんだよね。やっちゃダメですよね、かぶっちゃうんで。だよね、はい、うわ大変だ、はい、じゃあ今日もまだ決まってない。まだ決まってないです。そうなんだ。はい、ぜひそのあたりご注目いただければ、はい、と思うんですが、お楽しみにということで。そのピーちゃんタイムをじゃあ命名するならば何ですか。何でしたっけ。え、何でした。さっき決めましたよ、ね、俺が決めたんだけど。あ、そう、長谷川さんに決めていただいたんですけど。そう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 、ファジー2019って何かかっこいいでしょ。かっこいい。そう、ね、B ちゃんザ・ファジー2019どうぞご期待。はい、ご期待ください、お願いします。はい、あとあそこも何かやってますね、シャオロンナンバー。はい、シャオロンナンバーで、あの昨日もあのゆきのさんが、話してたんですけど、エアギターですね。はいはい、私エアギター今日もなんですけど、ドセンターでかますので。お、マジかます、はい、昨日でもゆきのんのんが言ってましたよね。のんのん、私のはすげえ、それこそもうエアギターでハードだけど、はい、他の子たちのはなんかもうエアウクレレなんですよ。でも私はギターやってますよね。はい、ありがとうございます。私はギターなんですよ、あそこ。あ、じゃあもうゆきのんのんに負けないぐらい今日激しい。負けないですよ。あ、ほんと、これ楽しみだ、はいはい、負けないです。そのあたりのドリームスターズパーティーどうぞご期待ください。はい、はい、あとそうですね、僕の方からは今日の試合の見どころとしてね、皆さんもうすでに予告先発などご存知だと思いますけども、はい、アチラ投手が先発ということで、力強く送り出したいと思うんですが、はい、アチラ投手の登場曲知ってます。わからないです。これ知ってる方はどれぐらい。お、あ、でもパラパラといますよね。いらっしゃいますね。進撃の巨人ですよね。そうなんで
ですね。その曲知ってる？どういう感じでしたっけ？結構おどろしい感じで始まりますよね。名古屋ドームのね、空気が一変すると思う。楽しみですね。小さなお子さん一人二人泣き出すかもしれない。ひょーってやつ、すごい、力強く送り出したいと思いますので、ぜひその辺りも聞いていただければ幸いです。はい、あちら投資の最高の応援もよろしくお願いします。お願いします。さてさて、それではですね、各種、DDC 特殊情報、お得な情報をお伝えしていくコーナーです。はい、Bちゃんのこの辺りからよろしくお願いします。はい、はい、週末の対ヤクルト 3連戦はファミリーシリーズ2019として開催します。5月3日そして4日も、入場券完売ありがとうございます。ありがとうございました。はい、そして5日も残りわずかとなっているので、お早めに行ってきて、3日は今年最初の昇竜デーです。入場券をお持ちの当日来場のお客様全員に昇竜ユニフォームをプレゼントいたします。はい、そして4日がキッズ限定のキャップ、そして5日がキッズ限定の、キッズユニフォームですね。はい、こちらもどうぞご期待ください。期待ください。そして106ビジョンの演出教えてください。何とのコラボですか？はい、106ビジョンの演出では、この3日間はガンダムとのコラボで、ファールボールに注意など一部のご案内映像、ナイスバッティングなどの公開映像といわれる演出をガンダム仕様でお届けします。はい、昨日もちらっとお伝えしましたけども、ガンダム仕様なかなかの出来です。さっきね、特別見させていただきました。はい、ファールもそうだし、はい、驚いたホームランもある。ホームランもあるんですね。そうそう、聞きたいですね。だからその3日間だけ僕ホームランコールちょっとやめときます。そうですね、ガンダム邪魔になるからさ。全部あの古谷徹さんでしたっけね、あのアムロレイ、はい、声優の。そう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 、あの何度も言っておきますが、若井治さんの声じゃないです。違いますね、モノマネの方じゃないですね。さらに言っとくと、モノマネしてる俺の声じゃないから。あ、じゃないですよ。無駄に聞きたいです。良かったです。一番ね、僕がね気に入ったのがね、はい、ナイスプレー。また改めて皆さんには映像とともにね、当日お楽しみにということになるんですが、ナイスプレーだけね、なんかね、ちょっと優しい、優しい、あの方特有の表現で、ナイスプレー。ああ。そう、プレーだけ優しい、ナイスプレーっていう。たまに僕のモノマネバージョン出てくるかもしれないんでね、注意深く聞いておいてください。はい、はい、そんな演出もあります。そして5月5日は、子供の日ということで、ひらがな表記ですね。はい、そして他にも何があるんでしたっけ？はい、演出ではもう一つ、3日の昇竜デーはドラゴンズのラッキーセブン時にジェット風船をスタンドの皆様にあげていただきます。ゲートにてお一人様1本お渡ししますので、ぜひ勢いをつける意味でも皆さんご協力よろしくお願いします。はい、そしてですね、はい、今日現物お持ちできたんでご紹介します。はい、ですね、ドラゴンズとガンダムのコラボ企画、重ね押しスタンプラリーというのをやります。スタンプラリー、はい、重ね押しスタンプラリー、これ現物もしました。これパッと見た感じわからんでしょ。はい、何の絵かわかんないですね。そうそう、これを5箇所でスタンプ押すと、はい、何らかの模様が浮かび上がるということで、はい、お子さんにはちょっと楽しんでもらえる企画じゃないかなってことですね。そうですね、これ1枚に全部押すんですよね。そうそう、重ね押しなの。重ね押しなの。そうそうそう、はい、どんな柄が出来上がるんでしょうかということですね。はい、はい、こういったものがあります。楽しいですね、ね、お子さんには楽しんでもらえると思います。はい、そして試合後のイベントをお願いします。試合後は3日間お子様中心にはなりますが、グラウンドで行われる参加型イベントがあります。3日はキッズバッティングチャレンジ、4日はファミリーベースランニング、5日はキッズハイタッチ会、いずれも当日の先着抽選参加イベントなので、詳細をドラゴンズ公式ウェブサイトでご確認の上参加してみてはいかがでしょうか。はい、あとその3日間限定販売ですね、のグッズをお持ちしましたのでお見せしていきます。最近なんかグッズ紹介のおじさんになってるんですね。グッズ紹介のおじさん。はい、ガンダムとドラゴンズの、コラボキャンパストートバッグ、はい、2160円税込みとなっています。はい、かわいいですね。かわいいね、これね、はい、これからの、あのピクニックとかね、あ、いいですね。
ピクニックにちょうどいいよね。そうですね。ピクニックね、ピクニックね、はい、そういうシーズンです。そしてこれか。はい。これはちょっと出さんと見にくいかな。タンブーマット。はい。はい。片方にドアラが。ドアラさんか。いますね。ドアラガンダムと。ガンダムが。こっちが本ちゃんガンダム。本当だ、こっち本ちゃんガンダム。本ちゃんガンダムね。ちょっと見づらいんですけど。はい。というもの。はい。はい、こちらも数量限定。そしてこれ。T シャツですね。青地に白、こちらの T シャツが、税込み3500円。3500円です。かわいいですね。さっきのカンフーバットはちなみに864円、同じく税込みとなっています。はい、3日間限定、数量限定の発売となっていますので、ぜひお買い求めいただければと思います。はい、お願いします。はい、そして、いろいろあるんだよな、これな。はい、いっぱい盛りだくさんですね。次、これだ。あ、バズーカタイムですね。そうです、そうです。3日間限定バズーカタイムがプレゼント、こちらになります。はい、はい、3回の裏、終了時ですね。はい、すっげー大きい声で可愛いって言っとけ、なんかくれると思ってるんでしょう。さすがにこれは差し上げられません。そうなんですね。はい、ぜひバズーカタイムで、まあ、ラッキーな方のみですね。そうですね、ゲットしていただければと思います。はい、お願いします。よし、各種グッズをご紹介いたしました。はい。で、あとは次のページ行きましょうか。はい、5月6日から8日がカープ戦ですね。はい。カープ3連戦。そのカープ3連戦、頭2戦ではマスコット交流。はい、スライリーが来てくれますね。はい。はい、スライリー、チアともね、いつも遊んでくれるので、私たちも楽しみです。結構遊んでくれるよね。遊んでくれますね。つば九郎さんとはまた違う遊び方だよね。そうですね。ちゃんとなんかマスコットっていう感じの遊び方ですよね。どういうこと？マスコットっていう感じ。つば九郎さんはそうじゃないか。ちょっと違いますよね。つば九郎さんは。はい。そのあたりの交流もぜひお楽しみいただければと思います。はい。はい、さて、残ったお時間で、どうでしょう。昨日、名古屋ドームご来場だった方はどれくらいでしたか？わー、いっぱいいますね。ありがとうございました。試合終了後の与田監督のトークショーってご覧いただきました？ありがとうございました。ね、一緒に盛り上げていただきありがとうございました。ありがとうございます。すーげーかっこよかったよ。そうなんですか？私見てないです。めちゃめちゃサービス精神旺盛でしたよね。だってさ、なんだっけ、ネットニュースとかでも結構配信されてた、はい、監督の指笛って話題になったじゃん。はい、ね、それを絶妙な流れでさ、聞きたいって言ったお客さんがいらしたから、そこに便乗して、もしよかったら監督やればいいんでしょみたいな感じで、ピューってやってくれたんですよね。すごい、すっごく響いてて、なかなかさ、シーズン中にだよ、それも昨日って残念ながら、ね、勝てなかったじゃん。でもね、颯爽と出てきてさ、ステージの上でピューって吹く監督ってかっこよくない？かっこいいですね。そう、ああいうダンディーな男性どうよ。いいと思いますよ。ねえ、はい、超かっこいい。そしてもう一つですね、このステージでも僕もよくやらせていただいてるんですけど、はい、今年のスローガンに対して、まあ、勝手にポーズ作りましたよね。昇竜復活 with ブルーね。はい、いろんな方も協力してくれています。これをね、与田監督にね、見てもらったんですよ。ああ、そうなんですか。そうそう、僕僭越ながらこういうのつけたんですって言ったら、じゃああんたまとめてやってよって言われて、いや、僕はみんなでそれをやって、ファンの皆さんでやって、はいはいはい、与田監督に対してエールを送るつもりでそういうまとめ方をしようと思ったら、はい、じゃああんたまとめてよって言われて、お、僕がやるんですかってで、3000人ぐらいいたのかな、昨日結構いたんですよ。すごいですね。そんなにないか、2000人ぐらい間取って、じゃあ2500ぐらいにしようか、はいはい、その方たちの前で僕がまずバッてやったんですよ、はい、うん、で、そのままでもステージ終わるわけにいかないじゃん、うん、そしたら与田監督が、ああそういう感じね、じゃあもう一回やってみてって言った、うん、もう一回ですか、もう一回同じことを、まさか監督が横にいる前で俺が2回やったんですよ。え、1人でやったんですか？1人でだよ。そしたら最後に監督自ら、はい、じゃあ僕もやりましょうって発声もしてくれたんですよ。すごいですね。そう、今日はあの球団公式ホームページにはもうすでにアップされてるんで、よかったら見ていただきたいんですけども、昨日のニュース、はい、こうやって監督は、ああ、
嬉しいですね。嬉しいです。ある意味監督お墨付きということにもなりましたんで。そうですね。そうですよね、はい。ここには虎党の方もいらっしゃるんでね、まあ、はい、まさか一緒にとは思いませんけども、ドラゴンズの、ね、ファンの皆さんはですね、ちょっと浸透してきたこれを覚えていただいて、はい、球場であのいつも連呼しております、そうですね、この地球上で一番このスローガンを呼んでるのは僕でしょうね。そうですね、はいはい、力強く今日も発声していきたいと思いますので、全業とよろしくお願いします。お願いします。ではでは、そろそろお時間も近づいてまいりました、今日勝ってカード勝ち越し、まずいきましょう。はい、ドラゴンズファンの皆さん、今日も最高の応援をよろしくお願いします。お願いします。では心を一つに参りましょう。昇竜復活 with ブルー、ありがとうございました。ありがとうございました。新曲情報は長谷川拓海と北ドラゴンズ2019ピアスがお送